過去100年で最も偉大な発見。アメリカの心理学の父と呼ばれるウィリアム・ジェームズは、過去100年で最も偉大な発見は潜在意識の力に気づいたことであると述べました。また1847年にヒーリング活動を始めたフィニアス・クインビー博士は、実験の結果を次のように語っています。私が何かを心から信じると、それを信じ続けるかどうかには関係なく、必ず結果となって現れる。これはとても重要です。なぜなら、潜在意識に組み込まれたイメージが行動にも影響するというのは、誰にでも当てはまることだからです。つまり、潜在意識では信じていなくとも、潜在意識に植え付けられた信念や考えは行動のすべてに影響を及ぼすのです。潜在意識に刻印されれば、いいものだろうと悪いものだろうと、現実というスクリーンに投影されてしまいます。いつも考えていることは少しずつ取り込まれ、潜在意識に刻まれていきます。それが心の中の決まり事や信念となり、無意識な行動につながるのです。真実の言葉を潜在意識に染み込ませれば、あなたの毎日は変わる。潜在意識は法則を書き記した書物のようなものです。潜在意識に刻印された印象や信念が人生を支配するのです。長年のカウンセリング生活で気づいたことですが、人生で行き詰まったり、病気や貧しさから抜け出せなかったりする人の多くは、子供の頃、無力感や劣等感を潜在意識に刷り込んでいます。それが後の行動にも悪い影響を与え、人生の選択を誤らせるため、成功や繁栄とは程遠い暮らしになってしまうのです。偉大な精神病理学者であるジグムント・フロイトは、誰もが心の奥底に潜む不合理な衝動に突き動かされていると指摘しています。フロイトによれば、こうした非論理的、非科学的な衝動や常識とは全く相入れない衝動の多くは、子どもの頃に刷り込まれたものです。ある男性の例を挙げましょう。彼は、私がそんな大金を稼ぐのは間違っていると口にしていました。そう思い続けているうちに、当人にも訳がわからないまま事業が破綻してしまったのです。彼はその後、自分の言葉をそのまま実行した潜在意識がこの苦境を招いたと知りました。いいものであれ悪いものであれ、潜在意識に植え付けられたことが全て現実になると悟ったのです。家族や自分のためお金を有意義に使うこともできたはずなのに、彼は潜在意識の中の間違った考えに支配されていました。その考えを植え付けたのは、当人も覚えていないほど昔、母親が口にした言葉です。大金を稼ぐのは良くない、お金は不浄のものだと自分自身をいつも戒めていたせいで、彼は貧乏を余儀なくされていました。潜在意識に保存してあった記録が彼の人生で再生されたというわけです。彼が得た教訓は、いいものも悪いものも
世の中には存在しないということです。いいと思うからいいものが生まれ、悪いと思うから悪いものが生まれる。この世に邪悪なものなどありません。善悪という概念は心の動きが作り出すものだからです。心は純然たる完全無欠の真理に結びついています。物事の善悪を決定するのはあなた自身の心です。あなたはどのように心の力を使いますか？力を前向きに使ってください。それを何と呼ぼうが構いません。神、アラー、ブラフマン、平和、調和、幸運、どう呼んでもいいのです。力の使い方を知らない人や力を間違って使う人は貧しくなったり病気になったりします。悪魔、地獄などと呼ばれているものはすべて真実からかけ離れた状態のことです。元教師だった年配の女性が誤った信仰心を捨てた時のことを話してくれました。それまでは矛盾だらけで筋が通らない上、科学的な根拠もない馬鹿げた信念に取り憑かれていたそうです。けれどもある雑誌で、宗教なき科学は無能であり、科学なき宗教は盲目であるというアインシュタインの言葉を目にしました。彼女は世界中の宗教を勉強し、ユニティや宗教科学などの新しい思想についても調べました。そして私の著書、眠りながら成功する、自己暗示と潜在意識の活用を読んだときに、はたと思い当たったそうです。頭の中で鐘が鳴り響き、誤った信仰で眠らされていた心が目覚めたのです。テープに音声を吹き込んで前の録音を消すのと同じように、間違った信念も心の奥から取り除ける、そう気づいた彼女は毎日次のように念じて潜在意識を改めました。私の魂は大いなる愛に満ちている。正義は私のもの。宇宙の調和が人生を導いてくれる。私の心は安らぎに満ちている。真実の美は私のもの。思考の喜びが私の魂を満たす。私はあらゆる面で心の英知に導かれている。天井の輝きが私を照らしている。私には人生や愛、真実、美を見極める知恵が備わっていて、最高の夢を実現させられる。私は限りない愛と恵みを受けている。彼女は私の本を読み、こうして繰り返し念じるようになりました。そうすることで真実の言葉を潜在意識に染み込ませ、心構えを変えられると気づいたのです。すると全てのものに一つの力が働いていると分かってきました。精神世界や科学、数学まであらゆるものを司っているたった一つの力です。全知全能の力があると認識していれば、他のものを認める余地はありません。もしも宇宙に二つの力があったとしたら、互いに打ち消し合った挙句、秩序も調和もなくなってしまうでしょう。この世は混沌とした世界になっていたはずです。彼女はさらにこの完全な力を
自分でも気づかないまま使っていて、それが善悪すべての体験につながっていると知りました。力を良くも悪くも使うのは自分自身であり、心構えで全てが変わると悟ったのです。聡明な彼女は自らの失敗を教訓とし、悪いところを改めました。真実の言葉に従って行動するようになったのです。今では以前よりずっと幸せで安らかな生活を送っています。すでに現実になったものとして想像する、これがイメージングのコツ。ある女性がロンドンで勉強している息子の卒業式に出席したいと願っていました。けれどもロンドンまでの旅費がありません。私は彼女に尋ねてみました。今ロンドンに行って息子さんを抱きしめ卒業式にも参加できたとしたらどんな気持ちでしょうか。とても嬉しいと思います。きっと感激するわ。私はこのイメージを就寝前に思い浮かべるよう勧めました。卒業式の当日、ロンドンで息子を抱きしめている自分の姿をできるだけリアルに想像すること。目を開けた時、自分が息子とロンドンにいないので驚くぐらいに鮮明なイメージを思い浮かべること、そう助言したのです。イメージし始めてから3日目の夜、彼女は実際にその驚きを味わいました。自分がロンドンにいないと知り愕然としたそうです。そして彼女の願いは叶えられました。10年前に知人に貸したお金が利子までついて戻ってきたのです。ロンドンへ行くには十分な金額でした。彼女は自分がもう卒業式の会場で息子と話をしていると思い込みました。その嬉しい気持ちと自分はロンドンにいるというイメージが望みを叶えたのです。彼女は夢をすでに現実になったものとして想像しました。エネルギーを逆向きで変換できることや、ロンドンで得られる喜びを心に取り込んでおけば、それが変換され望みが叶うと信じました。望みを叶える鍵は信念の法則にあります。身の回りに起こった出来事が喜びという感情をもたらすのであれば、喜びという感情も出来事を引き起こせるはずです。潜在意識にいいイメージを刻印すれば自然にいいことが起こります。エマーソンは法則が勝つことだけが平和をもたらすという格言を残しています。電気の仕組みを知らない人は家の配線をいじることなどできません。科学の法則を知らなければ化学薬品を作れません。家を建てるにしてもまず建築理論を学ばなくてはならないし、演奏家になるには音楽理論を勉強する必要があります。そうやって練習を続けていくうちに、目を閉じていてもクラシック曲が弾けるようになるでしょう。楽譜の中身をそっくり潜在意識に植え付ければ指が自動的に動くようになるのです。心も法則の一つです。いいことを考えればいいことが起こります。逆にこれがない、これしかないなどと考えていると
貧しくなるばかりです。あなたがいつも考えていること、それがあなたです。信念の法則を学び実践しましょう。どんなことであれ、本当にそうなると心から思えば、そのイメージが潜在意識に入り込み現実となります。このことをわきまえて、潜在意識に刻印するものを慎重に選んでください。思うこと、そして言葉が全ての始まりです。潜在意識にある力や知恵、エネルギーは尽きることがありません。例えば行軍中の軍隊は、いつでも必要な時に支援部隊の協力が得られるよう手配を怠らないのです。それが司令官の自信につながります。思考の英知や力はすべて一人一人の心の中にあります。こうした無限の存在の中に私たちは生きているのです。そしてこの存在こそが私たちの魂だと言えるでしょう。エマーソンは次のように述べています。誰もが導かれている、そっと耳を澄ませばふさわしい言葉が聞こえてくるだろう。毎朝思考の愛が自分を見守っていると念じましょう。物質界で起こるすべての現象は思考や言葉から始まっているという明白な真理も覚えておいてください。言葉とは思考が形になって出てきたものです。思考こそがあらゆるものの源、増加の神であり、神とは人間に備わっている創造の力を意味します。思考は人間に備わっている唯一の非物質的な力です。思考は物を生み出すことができます。一日中考えていること、それがその人自身なのです。意識と感情が合体したとき、願望が叶えられる。心は潜在意識のシンボルです。心の動きがそのまま行動に現れるということです。潜在意識で感じたことはすべて現実の出来事として形作られるのです。何といっても結婚は愛が宿っている心の問題であり、教会や寺院や役所の問題ではありません。だから結婚に関しても心の状態が必ず現実に現れます。健在意識と潜在意識が一体化すると、すべて目に見えるものとして出てくるのです。心の中で考えたものは実現する。これが信念の法則です。健在意識と潜在意識とがよく調和し、いい関係を保てるよう心を鍛えましょう。そうすれば健康でパワフルで安らぎに満ちた生活を手に入れることができます。正しい考えを心に取り入れてください。喜びが実感できるはずです。意識と感情が一体化して溶け合った時、第三の物質である安らぎが生じ、願望が叶えられます。心を大いなる愛で満たし、奇跡が生まれる用意をしてください。その結果、奇跡が現実にもたらされるのです。
間違った考え方や不適切な暗示が病気を生む。信念の法則が分かると病気の原因も分かるようになります。間違った考え方や不適切な暗示が心に刻印され、悪いイメージを生むせいで病気になるのです。19世紀の偉大な心霊治療師フィニアス・クインビー博士はこのメカニズムを逆手に取り、思考とは道具である、魂こそが神であると患者に説きました。さらに、心配事や病気は神がもたらすものではなく、否定的な考えによって生まれる。否定的な考えが体の中で凝固した結果、腫瘍や結核などの病気になるといった実例を挙げています。また次のような言葉で患者を励ましています。不安などただの思い過ごしです。不安は外に働きかける力を持っていません。その力を持っているのは神だけです。神は病気にならないし、欲求不満を感じることもありません。人間も魂を開花させるのに不必要な考えを捨てた方がいいのです。後ろ向きの考え方には力も根拠もありません。心の影でしかないのです。せいぜい前向きな考えを否定することぐらいしかできません。クインビー博士は患者に、すべての力を癒しの神に捧げるよう説きました。こうして完全な創造主のイメージを持たせるとともに、天の摂理によって定められている精神のバランスや安らぎ、健康へと心を向けさせようとしたのです。この治療は実に効果的でした。現実のことであれこれ思い悩むのをやめ、心の中にある全能の力に目を向ければ問題を解決できます。大いなる力と愛に注意を向けましょう。すべてを生み出す力がそこかしこにあり、働きかけてくるのがわかるはずです。注意を向けた先で大いなる存在があなた本人やあなたの望みにふさわしい力をすべて投げかけてくれているのです。これこそクインビー博士が行った驚くべき治療の極意でした。あなたの人生にも限りない恵みをもたらす方法です。悪いことを考えれば悪いことが起きます。いいことを考えればいいことが起きるのです。水は容器と同じ形になりますが、心もそうです。つまり考え方やイメージの仕方が容器であり、この容器を通じて想像力が身の回りの出来事を引き起こすというわけです。潜在意識は心の中の考えを現実の出来事や状況に編み込んでいきます。純粋で気高く立派なことだけを考えるようにしてください。潜在意識という強い味方が周りの世界を美しく素晴らしいものにしてくれるはずです。